まあ、マツダにとって軽量化っていうのはよそのメーカー以上に重要だと。同じエンジンの出力だったら車が軽い方が絶対加速はいいし、キビキビ動くけれども安心して安定している、軽くてもより安全。今大事にしているのはやっぱり思い通りに走るということ。今回のスカイのテクノロジーはもう一皮それを向けていますから、ドライバーのスタンダードになってしまうとちょっと他の車を選べなくなるんじゃないかと思って申し訳ないな